どうも木原です。今日はですね、巻き結びという結び方のロープワークをしていこうと思います。では早速始めていこうと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速巻き結びクローブヒッチの結び方の解説をしていこうと思います。まずロープをこの棒のところにかけます。かけるとき右手に先端、左手に続きの方でかけているような状態です。現状ですね。で、今度はこれを交差させます。先端部分が下に来るように交差させました。ここまでは大丈夫ですか？今度はこの先端部分をもう一周します。ここでポイントなんですけれども、もう一周させるときにここにあるロープ、これの上を通るように一周させます。今この状態ですね。わかりますか？じゃあ次ですね。次はですね、ここですね、ここの見えているこのロープ、先端がこう回ったロープですね。このロープの下に先端をくぐらせます。あとは縛るだけです。これで巻き結び完成です。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。